新幹線 E955 系電車は2006年3月に落成した東日本旅客鉄道の新幹線直行特急用高速試験電車。愛称はファステック 360Z。ファステック360シリーズの第二編成であり、末尾の Z は在来線のローマ字表記の頭文字から取っている。アルミニウム合金を使用したダブルスキン構造である。 在来線区間である、山形新幹線、秋田新幹線での走行を考慮した車両であるため、E954 型より一回り小さい。車高を E954 型と同等の 3650mm まで下げるため、空調機器は床下に搭載される。E955 から1から E955 から6までの6両編成で、先頭車は両方とも、 E954 から8と同じアローライン形状だが先端部分の長さが E955 から1は13メートルなのに対し E955 から6は16メートルになっている。これは長さによるトンネル引き圧波の影響を検証する目的で与えられた差である。また11号車は最初から増解決が可能な仕様になっているが16号車は その準備工事が施されただけの状態であった。E954 型とやや形状は違うが、やはり猫耳に似た形の空気抵抗増加装置を13号車以外の各車両に一列2枚ずつ搭載している。河川からの単相交流 20-25KV を周辺圧機で高圧した上で、周辺換装置で直流に整流、その後三相交流に変換して、 主電動機を制御する、VVVF インバータ制御方式である。電源、制御機器全車が電動車である。電動車は3両でユニットを組むため、E954 型のように先頭車だけの入れ替えは、不可能である。各ユニットの立行、回生ブレーキ特性は同一である。台車高速でカーブを通過すると、車両外側に向かって働く、遠心力が増加する。 それを乗客に感じさせないために、車体傾斜装置を搭載した、ボルスタレス台車を採用する。振り子式とは異なり、空気バネによる、車体傾斜となっている。高速走行での安定性を重視したため、過去の新在直通車両用台車から軸橋 2500mm まで拡大した。在来線区間走行時の大圧軽減と、新幹線区間の高速安定性とを両立させる。 ため溶断波の減衰力を切り替えるるることができるようにしている終電装置終電装置は在来線区間での走行に対応するため、くの字型のシングルアームパンタグラフが採用された。E954 型の PS9037 をベースに外資の配置を見直した PS9037A と PS9037B が搭載される。車ャ版は 在来線の車両限界に対応するよう、車体内に自動格納される構造になっていた。車内の車音盤格納部分はトイレや洗面所等のサニタリースペースとされていた。当初は側面から見た形状が長方形だったが、後に走行テストや風洞実験などの結果を踏まえ、30度の傾斜角を持たせた台形のものに交換された。後に、 それぞれ形状の異なる新型終電装置が搭載されている。河川へ柔軟に追随するために開発されたスリー板を重分割した上で各々をシリコンゴム板状に配置、バネで支える多分割りスリー板付き船体である。また、落成時には Z 字断面形状をした射音板が終電装置の両脇に装着されていたが、2006年以降に両端が30度となる。 平板形状の車音板に変更された。E955 から2はグリーン車、E955 から3は普通車であり、E955 から5の一部には喫煙室のほか、ミーティングスペースと称するビュッフェ的な区画が準備されている。E955 から5の残りの部分と他の車両には計測機器が搭載されている。東北新幹線仙台駅北上駅間。 秋田新幹線盛岡駅や北駅間などでの走行試験のほか、E954 型との連結走行や高速すれ違いなどの試験が行われた2006年度は暖冬のため予定されていた秋田新幹線区間での大切試験を消化できなかった2008年夏に空気抵抗増加装置を撤去した2008年10月に当初予定されていたテストを終了し 新幹線総合車両センターに留置された後、同年12月12日付で廃車された。JR 東日本は2013年に秋田新幹線用の新型車両を導入し、森岡南で東北新幹線用の新型車両である E5 系と並結して、最高速度時速 300km で営業を運転している。また、 2014年からは最高速度時速 320km での営業運転を開始した。ありがとうございます。